はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、早速ねサブノーティカをやっていくんですけどもね、今回はですねちょっとね、ストーリー建築はねちょっと一旦、置いといてね、ちょっと番外編みたいな感じで、ねコメントでいただいたね、リクエストをちょっとやっていきたいと思います。内容はですね、何もね持たずに、この生身の状態でねひたすらまっすぐ一直線にね泳いでいったらどうなるかというものなんですけどもね、どんなことになるのかということで、今回試してみたいと思います。はい、というわけでね、一応スタート地点に選んだのは、第一拠点にしましたね。水面が、ね、近いということなんですけどね。で今ね手元にはですね、何も道具を持ってない状態ですね。水とね食料だけ一応念のため持ってます。で、まあ、万が一ねなんかおかしなことになっても、まあどうしようかなってところで、まあ、セーブせずにねこのまんま流してしまうっていうのもありかもしれませんがね、一応やっていきましょうか。で向こうにね、初期の脱出ポットがあるので、まあそっちに向かってねちょっと泳いでいくのが一番距離が稼げるんじゃないかなと思うんでね、じゃあ早速行きましょうかね。どんなことになるんでしょうか。じゃあ行きましょう。こういうことですかね、ひたすらまっすぐ水面を泳いでいくってことはね。さあ今のところね特に何も変わった様子はないですね。一応ね確認ですけどもね、ひたすらまっすぐですね、一直線に泳いでます。はい、ね左右に方向転換せずにひたすらねまっすぐ今泳いでる状態です。さあかれこれねもう5分6分泳いでますが、どうやら浮島にねついてしまったようですね。これ大丈夫なんかな、方向転換してもこのまままっすぐ行くとぶつかっちゃいますね。はい、ちょっとこれぶつかっちゃうので向きをねちょっと変えましょう。なんだ今の。なんか今勝手にジャンプしましたね、ウイッとか言って。なんですかね今の。さあもう今ね、今ここが現在どこなのか。おお、なんだ、なんか食らったぞ。あ、何今の。なんか今画面の右端に見えたような気がしますけどもね、気のせいですかね。はい、ヘルスゲージがめちゃくちゃ減りました。なんか食らったみたいです。はい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 、なんだ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 。ですね、今のはおそらくですけどもね、ゴーストリバイアさんですかね。ゴーストリバイアさんに攻撃されたってことですかね今のは。ですよね、そういうオチなのかな。そういうオチなんですかね。
ずっと泳いでいくと、なんですかね、ずっと泳いでいくと、結局そのなんか、まあ、マップの境界線みたいな場所までたどり着いちゃうので、そこに到達すると、ゴーストリバイアさんがそこにいて、で攻撃されて、お前それ以上行くなよということなんですかね。そういうことなんですかね、オチは。コメントにいただいたものを読むと、なんか面白いことが起きますよっていうことだったんでね、それなんですかね。どうなんでしょうね。ちょっとなんか消化不良ですね。もう一回行きましょうか。まっすぐですよね。さっきなんか途中で方向を変えたのがいかんかったんですかね。ちょっと今度じゃあこっちに向かってね、泳いでいってみましょうかね。はい、もう一回やってみましょう。これ以上行くんじゃないぞっていうね、見張り板に必ずやられるっていうことがオチなら、まあさっきので一緒ですよね。そうじゃなくて、それ以外のね、何かことが起きるんであればね、それ見てみたいですね。はい、そうこうしてるうちにですね、なんかね、海の色がすごい綺麗ですね、ここね。エメラルドブルーというか、すごい綺麗な海の色ですね。そしてさっきと同じようにね、限界周辺まで来た状態、あ、なんかそれっぽいのが今見えましたね。なんか今ちょっかいかけられたっぽくないですかこれ。はい、なんかなんか来てますよねこれね。あ、いなくなっちゃったな。あ、いや、いますね、いますね。来ましたね、また。はいはいはい、また食らってる、食らってる、食らってる。あ、まだいますね。やめて、やめて、やめて。まだいます、まだいます。早くどっか行ってくれ。はい、やられました。これが答えなんですかね。あー、ちょっとね、よくわからないですけどね。どういうことなんでしょうかね。じゃあもう一回最後にね、行きましょうか。じゃあ、さっきね、この西へ向かって泳いで、2回目西へ向かいましたよね。1回目はこっちですよね。じゃあ今度は北に向かって行ってみますか。この方角ですね。よし、これで行ってみよう。さあ今度は夜からのスタートですね。ん？早い、もう来た。来ましたね。はい、います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 。早いな。北に向かって今泳いでる時の泳いでるんですけどね、早いですね。ということは、この方角の方がマップの限界が近いってことですよね。
さあ夜が明けてね、明るくなってきましたね。北に向かってね今ひたすら泳いでますが、最初のねゴーストリバイアさんアタックは、すり抜けましたね。さっきとね同じようになるんであればそろそろ第2アタックが来そうなんですけどね、どうでしょうね、再現性はあるんでしょうか。お？なんだ今の。お？なんだ今の。あーこれか、こういうことになるってことですかね。彼これね今回30分近くずっとねひたすらまっすぐ泳ぎ続けてね、ゴーストリバイアさんの攻撃も振り切って泳いだんですけど、そしたらね突然このここですね、初期のねスポーンした場所ですね、そこにね、突然戻されたと。そういうことなんですね。はいはいはい、なるほど。もう一回ね、もう一回の状況を整理すると、この今ね北に向かってね、この方向に向かって、第一拠点からですけどね、第一拠点から北に向かってずっと泳いでいきました。でおそらくそのマップの限界地点であろう、場所にですねゴーストリバイアさんがいて攻撃されたんですが、それをかわしなんとかかいくぐった。でそのままひたすらまっすぐずっとね30分ぐらい、泳ぎ続けていったらですね、突然ねこの初期のスポーンの地点に、空からねヒューッと降ってきて舞い降りたということですね。まあ要するにですね、まあ惑星はね、まあ、丸いんで本来ならばつながってるはずなんですけども、まあ、ゲーム上はねマップには限界があって、で、まあ強制的にねあんた戻りなさいよということになったってことですかね。はい、よかったですね3回目やって。1回目と2回目はじゃあゴーストリバイアさんにやられちゃったんで失敗だったってことですよね。はい、というわけでね、今回ね検証してみた内容、ひたすらね直線でまっすぐね、地図の境目に向かって泳ぎ続けていけばですね、勝手にねこの初期の、場所にねまあ、スポーンされます、戻されますよということが分かりました。ぜひね挑戦してみたいという人は試してみてはいかがでしょうか。ただね途中でゴーストリバイアさんにやられちゃうと、ダメなんでね、そこをなんとかうまくかいくぐっていってみてください。はい、というわけでね今回は以上となります。またね、次回の動画でお会いしましょう。